2016年4月16日の熊本地震で崩壊したジェーンズ邸、アリス川の見当たる人新郎から、白愛者設立の許可を受ける佐野城民熊本用、学校教師館ジェーンズ邸は、熊本県熊本市中央区にあった歴史的建造物。熊本藩が明治4年に古城に、熊本用学校を開設した際に招いた、アメリカ人教師リーロイランシングジェーンズのために作らせた贅沢、邸宅。 長崎から招いた大工が作った。コロニアル風、木造二階建てで、中東には、ブドウの図柄を刻み、形式は、大阪線俯瞰とよく似ている。明治9年洋学校は閉鎖された。西南戦争で焼け残り、県の感謝となった。その後、アリス川の見当たる人と神道の宿舎に当てられた。ここで、 佐野城民の白愛者の創設が許可されたので、日本赤十字社の発祥の記念ともなっていた。後に、熊本市中央区水前寺に一区保存されていた。2016年4月14日に発生した熊本地震の前震により、建物の壁が崩落する被害に遭い、同月16日未明の本震で建物が倒壊した。熊本市は、建物の修復は困難としている。 しかし、地震後初の保存修理検討委員会が現地を開き、2020年度の再建再開を目指して航空円をかけ、復旧を図る方針を了承した。2017年3月に、熊本県立大学が、ジェーンズ亭復興プロジェクトを指導、熊本地震で被災した文化財を、ペーパークラフトを作って、知って、そして救おう、をテーマに再建の支援を行う。 リロイ・ランシング・ジェーンズはアメリカ陸軍の軍人。退役後は日本で熊本洋学校を設立し、熊本バンドの礎を築いた。LL ・ジェーンズと表記されるのが一般的で、LL ・ジェーンズとも表記される。明治時代日本では全国と呼ばれた。明治19年熊本県庁と共に、新南線丹畑に移され、物産館事務所や日赤熊本県支部となっていた。 昭和20年の戦災にも消失を免れたが、日赤の改築に伴って、熊本市が譲り受け、昭和45年に水前寺公園に移築して、一般に公開している。ありがとうございます。